マテウス・ペレイラこと、マテウス・フェルペ・コスタ・ペレイラは、ブラジル・ベローリゾンテ出身のポルトガル人、サッカー選手、アル・ヒラル所属。ポジションは MF。ミナス・ジェライス州のベローリゾンテで生まれたが、幼くして、ポルトガルに移住し、スポルティング・クルーベでポルトガルの下部組織に14歳で、加入した。2014年1月18日に、ユース在籍ながら、B チームで、初出場。 46分に、クリスティアン・ポンデに変えて投入されてのデビューであった。2015年3月7日に初得点を記録した。2015から16シーズンに選んだってジョルジェ・ジェズズ、新監督によって、トップチーム昇格。10月1日の UEFA ヨーロッパリーグ2015から16、グループリーグのベシクタシュ JK 戦で、スターティングメンバーに選ばれ。 いきなりの国際大会デビューとなった。同月末に達サデッポルトガルでプロ初得点をすると、ヨーロッパリーグでも KF スカンデルベウコルチャから得点し、ヨーロッパリーグ週間ベストイレブンに名を連ねた。ありがとうございます。